ひむきでモスクワ運河を航行する船モスクワ運河はロシアモスクワ近郊にある運河。モスクワ川とボルガ川を結ぶ。モスクワボルガ運河とも呼ばれる。1947年にモスクワ市800年を記念してモスクワの名が冠され、名称がモスクワ運河となった。モスクワ運河はロシアの首都モスクワ近郊にある運河で、 モスクワ川とボルガ川上流部を結ぶ1 2 8キロメートルの運河である。この運河は、モスクワの北西郊外を出てほぼ北へ向かい、いくつかの川、人造湖も通りながら、ボルガ川上流のズブナシへ達する。これにより、内陸のモスクワが、五海洋への港町と呼ばれるようになった。五海洋とは、八海、バルト海、カスピ海、アゾフ海。 国会を指し、モスクワがこれらの海と水路で結ばれるようになったことを指すものである。モスクワ市の水道水の半分はこの運河で賄っていると言われるだけでなく、運河上の遊覧できるようになった。モスクワをモスクワ運河で出て、ロシア第二の都会、サンクトペテルブルクへの船旅も行われている。これには途中ボルガ川、黄金の艦のヤロスラーブリ、オネガ湖の木地島、ラドガ湖、 ネバ川も経て、水位の差160メートル以上を17の水門で通過する。モスクワ運河の経路図と、ボルガ川水系におけるモスクワ川の位置モスクワ運河は、グラーグの囚人により、1932年から1937年にかけて建設された。この間、過酷な労働とそれによる病気などで、2万2000人が亡くなったと言われる。 ボルガ川との合流点に立つレーニンの像。この運河春光を記念して、当時世界最大のレーニン像が、1937年にドゥブナ市のボルガ川との合流点に建てられた。同じく、スターリンの像も建てられたが、1961年に取り壊されている。ありがとうございます。